今回はですね、なんかコメントとかでちょこちょこ言われてるんですけど、この早坂が天魔の1で使えるっていう話、今回それ試してみようと思います。で、使えるって言われてる理由は、まずこれ状態上回復ブラストで毒を治せる。あとは、味方サポートするっていう攻撃力アップとかのバフを入れて、まあ、一気に駆け抜けるっていう。あとは地雷回収もできるから、まあ、リムルとかブリギットとかのワープ回収ができないキャラのサポートもできるよっていうのが強いって言われてるっていうところね。コメント見る限りは。まあそれがガセなのか嘘なのかフェイクニュースなのか試していこうと思います。でもコメントとかだと、なんか、リムル艦隊でやるより、リムル3、1の、リムル3の早坂1の方が安定したみたいな話もあったりするんですよね。まあちょっとどういうリムルなのかわかんないけど。まあ私もリムル艦隊で行くわって確か天魔の動画で言ったけど、あれ紋章ついてるリムルだからあんな駆け抜けられることができるんであって、あ、これ、だからこれが、早坂の強いところね、状態上回復ブラストで、例えばこれ、リムルがいると一番強いんですけど、爆発経由すれば、はい。だこれで毒になっちゃうけど、ブラストのおかげで毒を治せるっていう。これがあるのが、すごいいいって言われてるゆえんね。なので、まあ、それがうまいことできたら、多分早坂強いのかな、みたいな。一応回復ブラストって範囲があるからさ、100% みんなの毒を治せる、わけじゃないんですよね。そこがちょっと気になりポイントかな。でも昨日のね、アクアマリンを天魔に使って状態異常の毒を治すよみたいな動画では、いやー、そんなことするんだったら早坂の方がいいよとは言われてたんですよね。なのでまあその辺も試していこうと思います。まあでもこんなことやってると、コメントでね、まあ 99% 出てくるのが、リムルでよくないみたいな話、まあ、これはもう言ってしまえばそうよ。リムル艦隊が強いんだから。リムル艦隊が強いんだから、まあそういうわけよね。まあでもみんながみんなリムル艦隊組めるわけじゃねえからっていう大前提。まあそこはね、ちょっと覚えといてくださいよってことで、やっていこうと思います。でもこれ、多属性のな、超絶アップだから、属性効果が。受けるダメージ3倍になるっていうのが私気になりポイントなんですよね。まあ本当はだからガチ運用するんだったら、これね、みんなちゃんと、怪我減りの速さか。作っておきましょうねってことで、よろしくお願いします。だから、いや、怖えこれ、ちょっと受けるダメージでかくて怖いんですけど、大丈夫かな。やっぱまだ、怪我減り速さかをガチで作っとかないと、多分これ真面目に運用するんだったら、なんでみんなちゃんと作っとこうね。だからこういう時が多分力発揮する。だから毒になっちゃった、でもこれが、だから速さかの状態上回復ブラスト踏んどけば、もう安心ですよと。毒直せますよってことね。一応だからある程度、早坂の動きは基本的に本人火力出せないんだから、まあ、その、みんなの近くにキャラクターを配置しておくっていうのを、まあ、考えておくと一番いいのかな、みたいな気がする。で、剣拾って、で、倒してと。あとは砂時計出てくんねえかな、砂時計。早く SS 貯めたいんですよね。いや、たまらん。あとはリムルは 100% 絶対に、一体は、入れときましょう。あの爆発経由して倒せるっていうこともあるから。うわー、そっち見れるか。はい。だからまあ適当に暴れ倒す。このリムルの爆発経由することで早坂のターンでも毒を治せるっていう動きができるから、それができるとかなり強いと思うんですよね。で、大賢者もたまりました。まあリムルは上かな。リムル上で早坂下かな。早坂じゃないや。まあ、次、ブリギットで下行くと。で、頼む早坂にダメ、毒よし。だから、これが強いところ。ほい。だから、毒も直しつつの、いろいろできますよってことね。早坂もそして次のターンで SS 溜まるから、大賢者使う必要ないな。いや、これ、即必殺早坂さが、いや、即必殺早坂だったら、この時点でもう SS 使えるってことでしょ。やっぱ即必殺怪我ヘリ作っとかないといけないな、ここで使うんだったら。なので、この動画見て、ちゃんと運用しようと思った人は、即必殺怪我ヘリ早坂、ちゃんと作っておきましょうねってことで。あとは誰で抜けるかだな。開幕早坂が、いや、開幕早坂ダメだな。価値とかいるし。いや、まあ、これでいっか。多分ここで抜けといて、リムルと、ブリギットで雑魚全処理しといて、で、その次に、多分バフを上げれば、いい感じにできるんじゃねえのかなと思ってる。ワープがついてたら最強だったんだけどね。重力なくてもいいから、ワープで、だからみんなにバフを与えられないっていう場面出てくるのが一番怖いわ。だからリムルで、まあ、適当に大暴れして、
でもやっぱリムルのターンに動いてわかるけど、なんていうかチェイススフィアのあるなしっていうのものすげえ気になるな。あ、やべ、これ SS 使ってもよかったかもしんねえ。全然ザコ処理できてねえし。で、早坂は、まあ、早坂はだから、勝ち倒して、こうでしょ？はいはいはい。だから、この状態で、ワープのところに出てくるかどうかだな、これ。早坂が。で、地雷がだから誰か取っちゃってても大丈夫ってことです。いやー、これどうだ？超スピ持ってるから、一応いけるんですけど、まさにこれバフ与えられるかが不明だな。はい、どうだ？言われてるな。いや、頼む！マス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 ！ダメだ。いや、まあ、これがほら、もうこのパターンで成功したことねえから、ワープ入って。なので、早坂にも言われてますね。なんで3位に入ってんだろう。で、バリアもあるからね。まあ、マソはどれ、いや、どうすっかな、これ。大賢者誰に使うかだな。まあ、これは多分横間で削ってって、はい。まあ、回復して置いとくでしょう。で、次、リムルで、もう思いっきりぶっ込んでいく。地雷の回収も本当は早坂とマソでできるはずなんだけど、なんか、あんまりだな。で、殴って倒すと。すえー、これが 1.8 倍パワーか。だから、これみんなの配置いいな。いや、でもこれマソに飛んだら毒直せなくね。頼む頼む、リムルか、リムルか。いや、ちょっとこのパターンで成功させてほしいんですけど。これ、そしたら、あれだな。できれば、早坂で抜けたいな。ちょっと一回、これ左に逃げよう。で、ガイドも拾っといて、靴も拾って、回復も取っといて、多分これは倒さん。これは倒さん。いや、リムル強えわ。リムルが強えわ。SS の短縮効果もあるから、多分大賢者ですげえ短縮されれば、いや、いけそうな気がするんだけどな。これ多分ね、私予想なんですけど、変になんかこうやって食い込んでくるより、また手間で、チェイススフィアの引っ張りハンティングした方が強えんじゃねえのかなって思ってんだけど、どうなんだろう。はい。だって 1.8 倍のチェイススフィアでしょ？多分普通よりも絶対強いと思うんですよね。だからここで散りばめて、あ、ほら、散りばめられてる、散りばめられてる、散りばめられてる、ほら。いや、これ重力ねえところで動き回った方がめちゃめちゃ強えな、おい。そしたら、くっそ、なんか、は、か、あれか、でもこれあれか、バリア付与の恩恵もあるから、いや、これでかいな。SS だから温存して立ち回れるのがすげえでかいわ。だから別にリムルが組んでなくても。だからこういう時に、だから次、早坂の SS。だからこれは、まあ横間でこれだから拾っといて、はい。自強化も入れて殴っとくでしょ？うん、いい感じ、いい感じ。まあ地雷は拾えてないけど、まあリムルはどうせバリア持ってるからいっか。てかバリア付与してるからブリギットとかも別に地雷回収いらねえのか。なるほどね。これがだから強い理由か。で、メギドで突き飛ばすと。で、鳥だけが残る。あ、やっぱ鳥も死ぬのか。でもやっぱバリア付与できてるとすげえ強いな。でも減速率感は誰にもできてないのは、なんかちょっと気になります案件だな。で、バフが切れると。バフが切れるのがちょっとあれだな。あ、でも、あれか、大賢者のおかげで次また溜まってるから、もうこれ2段階目まで気にしてる余裕がないから、もうここで多分バフかけちゃった方がいいな。だから、どうだ？あ、バリア付与のおかげだけど、ちょっと待って、これ、え？いや、これ、全員の位置があまりにもポンコツすぎて、これ、リムルにしか、ちょっと、できなさそう。でも多分これすげえいいパターン引いてるような気がするんだよな。なんか、だって受けるダメージの、なんか、厳しさは私知らないもん。だからここで地雷の回収が、はい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 。まあこれ本当はまた手勘だけど、ちょっとリムルのバフもあるから、リムルチェイススフィアバフへ暴れ回る方法式でいきます。だからリムルチェイススフィアでこれ散りばめられてて動き回っておけば、いろんな敵が勝手に死んじゃっていくっていうことで、お、いや、ん？は？え、こいつのメテオってこんな強いの？え、嘘？お、え？おや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 。バフだけ持ってれば、多分もっと強い編成組めてるんだったらいける気がする。で、バリア付与持ってるから、
これのおかげで他のキャラクターの他のキャラクターがだから毒撒き散らされたりとかしても、だからそのリムルみたいに防ぐっていう手段も取ることができる。ああ、これこんな死にやすいやつ生き残らしてたらあんなやべえ事態が起こり得るので、ね、初めて知ったわ。だからこれもだから、あ、でもこれあれか、どうせバリアフィオンもらってるから、あれか、あの SS 遅延も食らわなくなるのか、倒しちゃったけど。これもらえるの、そうか、だからアクアマリンのアクアマリンよりも強いって言われてるのか。でもこれ気弾怖くね。いや飛ばなかったけどこれだから一発めっちゃ高いダメージになってるんじゃなかったっけ。はい、一発水で6、7000ぐらいじゃなかったから、多分集中砲火されたらやばい、めんどくささにおそらくなるんじゃねえのかなと思ってんだけど、すげえ雑打ちしてもこれぐらいはちゃんと削れるのね。いや、あ、そうだ、あ、今日からあれ、かぐや様の作者の新しい作品のあの推しの子アニメ始まるんで、よろしくお願いしますね。まあ私もジャンププラスでちゃんと読んでるから、もうどういう内容か全部知ってるね。っていうか私なんか去年のスパイファミリーみたいにそんなポジションでこの推しの子をなんか鳥獣に混ざってくるみたいな、愛とアクアとルビーで3人やってくるよみたいな、いやそういうパターンもちょっとあったのかなみたいな気がしたんですけど、別に、あ、やべ、これ頭下入れねえ。まあそういうパターンが別にないのかな。今回4月にやってきて、多分例年通りだったら5月末か6月末ぐらいにその鳥獣にごちゃ混ぜパターンだったんですけど、どうなんだろう、今年もないのかな。ほら、早坂ちょっと今見た、早坂一発に気弾25,500よ。なので、まあ、ちゃんとみんなね、あのやっておきましょうね、早坂に毛が入り。だからちゃんとカンカンしておけば、まあ、全然削れるんで、そこはね、あのしっかりしていただいてやっていただきましょうっていうことで、多分あとこれもうブリギットで殴りに行けばいけるっしょ。ていうかまだバリア割れてないのか、すっげえ硬いね早坂のバリア。よし、なので、まあちょっと気弾運ゲーにはなるかもしんないけど、こういう手段もあるといえばある。ただこのパターンでうまくいったことは一度もないじゃないですかっていう早坂の言葉もあるんで、まず過信は禁物ということで終わります。ごきげんや。